通に平気。待って、指揮官のマイクロウェーブ用遮断装置が。ダメ、そんなの照射されたら水の中でも体が熱くなっちゃう。夏の装いで、しかも水の中に息が荒くて汗がポタポタ。君も暑そう。もしかしてこの装いのアルザスを見て、こんな昼下がりに逆…ダメよアルザス、考えちゃう。いつも以上に煙が出てる。もしかしなくても指揮官との船旅が楽しすぎて、ただでさえ機能不全の感情モジュールが完全に無効に。夏の装いのアルザスが可愛いって指揮官はわざとそんなことを言ったのよね。アルザスに聞きすぎてもう頭がクラクラ。もう待ちきれない。待って、指揮官、マイクロウェーブ遮断装置が落ちて。助けてくれてありがとう。水温が急に熱くなったってどういうこと？今は君と二人っきりだけど、アルザスのように制御不安定にならないでね。指揮官と二人っきり、考えてるだけでダメになりそう。なんで水に浸かっているのに熱い。ここでも平気だよ。指揮官、アルザスはここでも平気だよ。頭ポンポン。アルザスは別に平気。待って、指揮官のマイクロウェーブ用遮断装置が。ダメ、そんなの照射されたら水の中でも体が熱くなっちゃう。指揮官、君はまだ任務が終わっていない。喋り方が変わった。感情モジュールの温度がちょっと下がってきたから。セームは完遂した。アルザス、すぐ水の中に戻らないと。温度が。アルザスが持ったら手紙が濡れちゃうし、それに、君の大丈夫？やっぱり水に浸からないと感情モジュールが安定しない。もう指揮官のことを考えちゃダメ。指揮官、
チームが戻ってきた。アルザスは今出れないから出迎えはお願い。夏の装いのアルザスが可愛いって、指揮官はわざとそんなことを言ったのよね。アルザスに聞きすぎてもう頭がクラクラ。はあ、もう待ちきれない。夏の装いのアルザスが可愛いって、指揮官はわざとそんなことを言ったのよね。アルザスに聞きすぎてもう頭がクラクラ。はあ、もう待ちきれない。今は君と二人っきりだけど、アルザスのように制御不安定にならないでね。と二人っきり考えてるだけでダメになりそう。夏の装いのアルザスが可愛いって、指揮官はわざとそんなことを言ったのよね。アルザスに聞きすぎてもう頭がクラクラ。はあ、もう待ちきれない。いつも以上に煙が出てる。もしかしなくても指揮官との船旅が楽しすぎて、ただでさえ機能不全の感情モジュールが完全に無効に。今は君と二人っきりだけど、アルザスのように制御不安定にならないでね。考えてるだけでダメになりそう。頭ポンポン。アルザスは別に平気。待って、指揮官のマイクロウェーブ用遮断装置が、ダメ、そんなの照射されたら水の中でも体が熱くなっちゃう。君と二人っきりだけど、アルザスのように制御不安定にならないでね。指揮官と二人っきり考えてるだけでダメになりそう。今は君と二人っきりだけど、アルザスのように制御不安定にならないでね。指揮官と二人っきり考えてるだけでダメになりそう。夏の装いのアルザスが可愛いって、指揮官はわざとそんなことを言ったのよね。アルザスに聞きすぎてもう頭がクラクラ。